はいどうもこんばんは、おつっぱいです。えー、本日は、えー、指原貝グリーンになるってよっていう題名でお伝えします。えー、先日ですね、えー、衝撃的なツイートが発見されまして、えー、指原里乃さん、自粛明けテレビ出たとき、貝グリーンになってたらごめんやでっていうツイートが出ておりまして、えー、これにですね、えー、私、非常に反応してしまったわけですね。 えー、カイグリーンの名前出してくれる、こんなありがたいことはないですね。はい、では、このサシハラリノさん、どういう方かというと、えー、っと、アイドルらしいですね。えー、こんなお顔をしてます。えー、あだナサッシーさんで、えー、ツイッターのフォロワーが290万人近いと。で、まあ、一応、身長が159センチぐらいということと、えー、推定体重が42キログラムぐらいということですね。はい。で そのまツイート、えー、過去に添えられていたまあ写真で見てみると、はい、こんな感じですね。まあ、この格好、もうまさにカイグリーンだということで、皆が反応したということになりますが、じゃあ、このカイグリーンさん、どういう人かっていうと、まあ、一応、身長170センチの。 えー、推定体重が1 2 0キロぐらいですね。まあ、オフの時ですね。で、オンジか、えー、ボディービルダーで、えー、俳優兼アーティストの、えー、兼エンターテイナーという方です。まあ、どんな感じかというと、こんな方ですね。まあ、まさに先ほどの写真とほぼ一緒だという形になっておりますが、じゃあ、このカイグリーンさんみたいに、 サッシーがなったらどうなるのかっていうのを、えー、プログラムで合成してみました。はい。えー、貝栗になったサッシーは、まあ、こんな感じになりますということですね。えー、目つきがやや柔らかくなるという形ですね。はいで まあこんな感じになりますが、まあえー、ボディビルコンテストの時だと、まあ、こんな感じになりそうですね。えー、サッシがボディビルダーになると、まあ、こんな感じですね。えー、サッシの体重が 40kg ぐらいということだと、えー、プラス筋肉で8 0キロぐらい増量する感じですね。はいも,もっともっといきましょうね。はいえー、こちらがまあフードをかぶった時はこんな感じですね。 まあだいたあごひげとか生えて、ー、トレードマークはこの弁髪です、はい、まだまだいきましょうね、はいまあ、サングラスよくこう上にかぶってたりもしますねあとへんてこなんなグッズとかパーツよくつけてますね、はいはいえー、残り2枚になってしまいましたが この便髪がですねトレードマークということでまあ指原さんもですねこの便髪にしていただいてまあトレーニングしていただければ買いぐりになるだろうと思われますはいこの大体、代替しとか鬼のようですねはいはいでは最後ですねまあ大体お顔のアップで見れる画像がこんな感じだったのでまあ髪型こんな感じにしていただいて えーまあ、全身、えー、日焼けサロンで焼いていただいて、まあ、ちょっと、えー、口紅、濃い目で塗っていただいて、えー、残り 100kg ぐらい、えー、筋肉を増量していただければ、まあ、こんな感じになるんじゃないかなと思います。はい、ということで、自粛分け、まあ、買いグリーンになっていたら素晴らしいなということで、えー、テレビ出演が非常に楽しみであります。本日はここまでです。それでは